皆さんこんにちは、リンスガーデン光陵山本です。5月7日スクールが再開された時に皆さんに会えることを楽しみにしております。それまで皆さんお元気に過ごしてください。それでは次の方。キラキラの復帰を目指して今はリハビリ頑張ってます。コロナウイルスで皆さんもテニスができない状況とは思いますが、ストレッチなどして、またすぐにテニスが始められるように準備しておきましょう。皆さんこんにちは、テニスガーデン光陵中川です。いち早くスクールが再開され、また皆さんとテニスができることを楽しみにしております。体調にはくれぐれもお気をつけください。それでは次の方。テニスガーデン光陵の栗田です。今はいろいろと大変な時期ではありますが、スクールが再開された時に元気な姿で皆さんにお会いできるのを楽しみにしております。それまでお体に気をつけてお過ごしください。次の方。皆さんこんにちは、テニスガーデン光陵の栗田です。外に出れない時期など続いて、皆さん気が抜いたりストレスが溜まったりしてしまうかもしれないんですけども、スクールの方が始まれば絶対ストレス発散できるので、次に皆さんと会える時を楽しみにしております。それでは次の方お願いします。テニスガーデン光陵の栗田です。後ろにテニスガーデン光陵の家族がいます。毎日真っ暗です。早く明るいライトがつくの日を楽しみにしております。そこまでみんなで頑張りましょう。